はい、おはようございます。3月2日の朝7時23分相場解説になります。一部の方にはお知らせして、多分こうなるんじゃないかなっていうふうにお話したんですけども、この記事見てください。アメリカとタリバンが平和プロセス開始に向けた協定締結ということなんですけども、まあ、世界で一番ですね、戦争が起きるんではないかなと言われていた関係がアメリカとタリバンなんですけども、どうやらですね、落ち着いたようなんですよ。2月29日の9時ですけどもね。これが速報で入ったのが2月29日の、まあ、夕方から夜にかけてなんですけども、私はその時ね、お話ししました。おそらく週明けは窓を開けて赤い線が出るよということだったんですよね。で、今どうなってるかってことなんですけども、はい、窓を開けて赤い線が出てますね。要するに窓を開けてずっと下に行ってたのがですね、こういうふうに行ったのがここで止まったということですよね。で、ここからは大体そうなんですけども、世界の不安要素、戦争とかね、飢餓とか、疫病とか、貿易とか、そういうもので問題が起きると、日本円がね、高くなるんですよね。要するに日本円が買われる状態にあるわけなんですよ。まあでも、逆に安全だよ、安心だよってなると、今度はこういうふうな動きをするんですよね。前回のイランとアメリカの何ですかね、打ち合いが始まるかどうか、第三次世界大戦がどうかって時も同じでしたよね。緊張が高まったらゾーンと落ちていって、安心だよってなったら上に行くと。まあ、これはね、絶対そうだよってことはないけどないんですけども、傾向なんですよね。大体そうなることが多いかなってところなんですよ。まあ、そういうのも踏まえて、ずっとね、先週まではどんどん売れ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 で行ってたんですよね。特にこちら、ここ終わってから売りでだけで取れたということ、そこまでもそれまでもずっと売りで取れたわけなんですよね。まあ、N とか操作トップとかありますけども、結局は売りで取ってたと思うんですよ。で、操作トップの上りっていくとき、そこの N はね、買いだったんですけどもね。まあ、ここからは多分上昇していくと思うんですね。今までのこうなんですかね、反対に、これがちょっと今のチャートなんですけども、ぐーっと、動いてますね、だいぶ。ですので、考え仕切り直して、どんどんね、こう、上目線で行くようになると思いますんで、ちょっと相場解説整理させてもらいますね。今日は短いんですけども、そんなところです。